はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、朝忙しい女性にぴったりの手抜き感のない一つ結びをご紹介します。朝ってね、お忙しい方結構多いと思います。普通にこう一つ結びしても何か物足りなかったりとか、ちょっとね、垢抜けたいっていう風にね、思われる方も多いかと思います。今日はパパッと手抜き感のない一つ結びをご紹介します。ポイントは、たった一つで、少しちょっと下目の位置でくるりんぱをする。たったそれだけです。そうすることによってね、凝ったようなヘアアレンジに見えて、手抜き感が一切なくなります。なので、朝忙しい時にまとめ髪でお悩みの方、ぜひ一度やってみてください。それでは動画をどうぞ。まず、ヘアオイルをつけていきます。毛先のパサつきだったりとか、まとまり感を出すために、しっかりとつけていってください。で、次にブラシで溶かしていきます。ブラシで溶かすことによってオイルだったりとか全体均等に行き渡りますので、しっかりと溶かしておきます。次にサイドと後ろで分けます。だいたい右後ろぐらいで分けて、両サイド分けておきます。では、後ろの髪の毛をまとめていきます。で、まとめる位置なんですけど、あまり上の方ではなくて、と下の位置、耳よりも少し下の位置ぐらいでゴムで結んでいきます。この辺りの部分を少しだけボリュームを出していきます。なので、ゴムの部分を持って、トップの部分を少し広げるような感じで出していきます。次にサイドの髪の毛を後ろに持ってきます。少し溶かしながら、後ろに持ってきて、このゴムの部分の上で結んでいきます。ここに空洞が空いてますので、ここで一度くるりんぱをしていきます。で、このくるりんぱした部分を少し打ち出してボリュームを出していきます。だいたい2箇所ずつぐらい、こことここ出すような感じで OK です。最後にこのゴムの部分を隠すようにクリップタイプのヘアアクセでゴムの部分を隠してバランスを整えたら完成です。はい、ということで、こんな感じでご紹介させていただきました。このヘアアレンジプラス、あとはね、スタイリング剤とかをね、しっかりつけることによって、結構ね、ツヤだったりとか、まとまり感もより出ますので、これからの時期、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。